こんばんは、書房です。文具と生活、第150夜です。今回は、インターナショナルペンショーで購入してきたもののご紹介です。インターナショナルペンショーです。多分こんな略だったと思います。で、これ最初にお話ししておきますと、イベントがあった時はメインチャンネルで速報的に動画を上げることが多かったんですけども、今回時間を置いてサブチャンネルに回ってきたのはですね、どうにも今回のインターナショナルペンショーは私がピンとくるものがなくてですね、欲しいものはあったので購入してきましたけれども、ちょっとねやっぱり私ペンより紙なんだなって思って、もうねそりゃ楽しまれてる方たくさんいらっしゃってる中でね、こんなこと言って申し訳ないんですけれども、なかなかやっぱりその自分の思考と合わないのかなって思っておりまして、視聴者の方にねお二人ほどお会いしたんですけど、私がだいぶ冴えない顔をしてたみたいで、いまいちなんですかねみたいなこと聞かれてね、私がノート好きってことはもうご存知なので、やっぱちょっと違うんですかねみたいな話をして、まあそうですねって言ってね、はい、まあまあ視聴者の方にも気づかれてるぐらいピンと来てなかったというところで、でも欲しいものがあったのでそれを購入してきました。ご紹介したいと思います。今回購入したのはインジェクターセットと干し柿というインクです。インジェクターセットはプリコさん。干し柿は四つ葉商会さんから購入いたしました。もうね、この二つは買おうと思っておりました。正確にはですね、暖色系のインクを購入したかった、プラスこういう商品があったら買おうと思っていたというところですかね。コンバーターにね、インクを入れるのを、ペン先をインクの中にこう、ドップッと漬け込むのがあんまりこう、好きじゃなくって、なんか、とってもロスが大きいなと思う。いろんなことの。まあ、これはね、インターナショナルペンショーの中で、文豪さんもおっしゃってたんですけど、非常にこれはロスが大きいので、これはどうにかしたいってことで、直接ね、この、ここにカートリッジ入ってますけど、カートリッジにインクを入れられる。こういうものを購入してきました。これからね、インク実際に万年筆に入れていこうと思うんですけれども、今回はこちらじゃなくて、コンバーターに入れていきます。ではまず、インク見てみましょうか。このボトルをね。よいしょ。こんな、蓋にも同じイラストが書いてありまして、実際ここで見てみても、この、干し柿の色、まあ、ほぼほぼ分かりませんよね。空気もね、まだほとんど入ってない状態なので、はい、こんな瓶に入っております。では、これを万年筆に入れていきたいと思います。今回使用するのはこちら、ヘキサゴンですね。これ、もともとついていたカートリッジインクがなくなって、しばらくね、使わずにいたんですけど、それはもうほとんど今自分が持ってるインクが他の万年筆に入ってて、これ用のものがなかったからなんですけど、今回これを買ってきたのでこれ入れていきたいと思います。そしてもともとこちらのヘキサゴン、これはヨーロッパタイプ、これですね、このショートのカートリッジがねついていたんですけど、どうもですねこちらパイロットの CONN40 が刺さるって書いてありました。公式として。これのね、テストも兼ねてちょっとやってみたいと思います。ただ、ハイパー不器用な私が、どう、ちゃんとできるのかどうかは、かなり怪しいと思います。それで、まず、このコンバーター、これを、これが引っ張られた状態なんで、この状態か。この状態で、
で、こちらのインジェクションの先をセットし、これまたね、あのカメラがあるのでなかなかね、ここでうまくいくかどうかはわからないんですが、ティッシュ用意しましょうね。ティッシュを用意して、ね、ちょっといろいろバタバタしそうですけど、ちょっと段取り考えますよ。吸う、吸う、入れる、置く、これで、あれ？はい。入るんだ、これ。これで入ったってことなんですね。あ、入ります。失礼、入ります。これね、提供いただいたのに、なんか入らないじゃんって言いたくなかったのでよかったです。これでぴったり入るってことなんだと思います。うん。あ、こうですね。こう入りますと。危ない危ない。変なこと言うところでした。ということで、ただ、これ、こうして、こうやって刺すので、あんまりいっぱいいっぱいにしない方がいいっていうことですね。ちょっとやってみましょう。これ開けますと。まず開けますと。こっから気をつけないとね。手がインクだらけになっちゃいますから。で、これで、吸います。このぐらいでいいですかね。あんまり。これでも吸いすぎですよね。吸いすぎて、これで、ここに移ってかな？こうちょっとずつ。流し込んでいく。ティッシュの上でやらないあたりがもうダメなんですよね。結局こんなにロスするんですね。はい、反省しました。このぐらいにしておきましょう。ちょっと戻して。うわわわわわわわ。はい。はいはい。大変大変。はいはいはい。大変なことになりまして。これをこのままキープしたまま、ここに刺しますと。よっ。はい。こんな感じ。ちょっと一旦体勢を立て直します。といったところで入りました。もうね、ちょっとこうやってしまいましたけど、完全にね。はい。これで、ここか。これで、このコンバーター、万年筆、これ外側でね、ちゃんとロックされて、内側でパキっていう感じじゃないんですけど、こうぴったり、径ぴったりで収まっているという感じですということをご報告しておきます。今回の購入品とはあまり関係ないですけどね。はい、もう手もね、かきまみれになってしまいました。こんな感じでできましたと。では、書いていってみましょう。ちょっと時間かかるのかな？今回使用しますのはセプトクルールです。水弾き系なんですけど大丈夫ですかね？いつもね、これを使って試し書きをしているので書いていきたいと思いますが、こんな色。ちなみにこちらのヘキサゴン、太さ M です。ちょっと大きくしてみましょうかね。よいしょ。こんな感じでセンター。星書きですと。あんまり画面上濃淡がわからないかもしれませんし、なんか、あ、こうしたらいいのかな。こんな、茶色な感じの色って、これね、こっちのがわかるんじゃないかっていう感じはしますが。そんなインクです。どうにかなりましたね。よかった。今までブルーブラックとか、パープル系の色ばかり持っていたので、今回は暖色系をね、暖色系が欲しくて、そのうちそのインクたくさん売ってるうちのどれがいいかなって見て、今までちゃんと見たことがなかったんですけど、ちゃんとそのインクのね、色味表みたいのをしっかり見て、これだなと思って購入してきました。結構しっかりとブラウンで落ち着いた感じでいいかなと思ってます。といったところで、若干ひどいことになりましたけれども、
購入してきた干し柿、万年筆に入れて試し書きをしてみました。ピンときていなかったインターナショナルペンショーですけれども、こうやって購入品実際に使ってみて、やっぱりちょっとまあ行ってよかったかなって思っております。今日はここまでにしたいと思います。このチャンネルでは文房具に関する非常に細かいお話、それからトラベラーズノートのお話をしております。たまにね、こういった商品紹介もしております。これからも話を聞いてやってもいいよって思われた方は、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そしてこのチャンネルは書房の文房具の話というチャンネルのサブチャンネルとなっております。メインチャンネルもぜひご視聴ください。またツイッター、インスタグラムもやっております。ハッシュタグ書房図、ひらがなで書房図で視聴者の方と交流しております。概要欄にメインチャンネルと合わせてリンクを貼っておきますので、そちらもチェックしてみてください。それでは最後までお付き合いありがとうございました。以上、書房でした。